カメラータ・コルネットは、イタリア共和国ロンバルディア州ベルガモ県にある、人口約600人の基礎自治体。ベルガモの北約 20km に位置する、山合いの小村である。13世紀、統治出身のオモデオタスソは、ベルガモを中心として、郵便網を築き、その子孫は神聖ローマ帝国の郵便制度を開拓、独占した。ベルガモ県北西部、バル・ブレンバーナのコムーネ。 県とベルガモから北へ2 3トル、州とミラノから北東へ6 1トルの距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、イタリアの地震リスク階級では3に分類される。分離集落、コーネローデイタスソーはイタリアの最も美しい村クラブの加盟メンバーである。当地から出たタッソケは新生ローマ帝国の帝国郵便を世襲経営した。 このカモンの交流の礎を築いたのは13世紀のオモデオ達祖である。オモデオの一族はもともとアルメンノに暮らしていたが、ベルガモ周辺における強硬派と皇帝派の争いを避け、ブレンボ川上流のコルネロに移り住んだ。オモデオはコルネロで成長した。オモデオの名前は1251年の記録に見ることができる。彼は1290年、 ベルガモ美脚を起業した。その事業は18世紀まで続くことになる。1350年頃に生まれた、ルゲリウス・デタッチス・デル・コルネロは、地方豪族であったが、1443年に、フリードリヒ三世の宮廷に召し抱えられた。彼は1450年までに、ベルガモからウィーンまでの郵便を組織した。さらには1460年までに、インスブルックからシュタヤー・マルクまで、 1480年頃に、ウィーンからブルッセルまでも整備した。1489年、ジャネット・デ・タッシスは、インスブルックの郵便局長となった。この15世紀に、ベネツィアのタクシス本家は、ローマに文家を作った。家族は特に商人や、銀行家として活躍した。ローマ家系は、シソのセル・アレクサンデル・デ・タッシスでコルネドにちなんで、サンドリと呼ばれた。 ジャネットの事業は兄弟のフランチェスコで多子彗星に継承された。この16世紀初頭にサンドリはベルガモに戻り皇帝を建て2009年のラクイラ地震で崩れるサンとスピーリと教会に埋葬された。1534年、ミラノブリュッセルスペインのタクシス家系の間でベルガモを含む遺産争いが起こった。これはタクシス家で アウクスブルクの郵便局長であったヨハン・アントンが朝廷した。フィュッセン家系はコルネロから直接ドイツへ移住してきた。この家系のイノチェンツは帝国郵便とオーストリア郵便を兼務し、ベネツィア家系の娘と結婚した。その間に生まれた二人の娘は、それぞれプラハ、ウィーン家系のフィリップス、フェルディナントの伴侶となった。かなり後の帝国代表者会議主要決議による、 世俗家は、ドイツのタクシス家に保障をもたらし、フィュッセンのあるシュバーベン地方に両方を獲得させた。しかしほどなく売償家によって、シュタンデスヘルへ転落した。1976年、シュバーベンの所有地は、レーゲンスブルクのザンクトエメラム財務管理庁の管轄となった。広域行政組織である、山岳部共同体、バルレブレンバーナ山岳部共同体を構成する、コムーネである。 カメラータ・コルネロには以下の分離集落がある。ありがとうございます。